お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。だいぶね、体調が良くなりました。まあ、まだね、本調子じゃないんですけど、今日の動画はですね、こちら今映ってるね、衣装形成すると飼育している生き物なんですが、わかりますかね？ちょっとこう向きにした方が見やすいかな。アズマヒキガエルが2匹います。で、一匹はね、今まで皆さんにご紹介してきた、こちらの子なんで、ほら、出てこい。潜ってますね。よいしょ。おー、でかいね。はい。一匹はこちらの子、アズマヒキガエルのね、アズニャンです。こちらはね、とある、都内のね、とある住宅街で、以前、拾ったというか、保護したというか確保した子なんで、もうねだいぶおとなしくて慣れてるんですけれども、さっきからね音を出してるのはこの子なんですよね。これアズニャン。わあ、こいつがね、どうした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 こんなに暴れん坊じゃなかったのにな。はい、こちらの子。わあ、とんでもねえな、お前。こちらの子ですね。わあ、ちょっと、紹介させてくれ。やばいな、この子。はい、暴れん坊将軍ですね。こちらの子。全然さっきからじっとしてくれない、こちらの子をね、拾った時はね、結構おとなしかったんですけど、この子ですね。アズマヒキガエルのはず。です。まあ拾った場所が同じ都内なんでね、ヒキガエルではないと思うんですけど、色がね全然違う。わかりますかね？全然色が違う。違くないですか？色が全然。まあ、アズニャンとね並べてみてみましょう。ここね、なんでこんな急におとなしくならなくなったんだろう。はい。これ。はい。こんな感じ。うわぁ。アズニャンの性格のおとなしさがようわかるわ。これアズニャンでしょ？これが新しい新入りの子なんですけど。まあ大きさもね、アズニャンの方がちょっとでかいというか餅みたい。アズニャン餅みたいだね。お腹のね、模様とかこんな見えねえな。はい、アズニャお腹。アズニャのお腹は白いですね。こんな感じ。なんか面白い格好だね。アズニャのお腹は白いです。うわ、わかったわかったわかった。新しい新入りの子。新入りの子のお腹はね、なんかね、変わってるんですよね。はい。こんな、すごいね、ガラガラ。柄が。親友の子。ねえ、なんか全然種類が違うですよね、見た目。まあ同じあの、アズマヒキガエルで間違いはないと思うんですけど、ね、こんなに、わお。こんなに見た目が違う。まあということでね、ちょっとオスメスの判別までまだしてません。一緒にね、このケージで、2匹ね、飼育してるんですけど、ほんとヒキガエルって個体差すごいから、同じ種類でも全然違うカエルに見えますね。横切るアズニャン。ここに潜りたいの、アズニャンは。アズニャンはね、潜るの大好きですからね。で、この子名前決まってません。うちの近所で拾いました。なんかいい名前またあったらね、皆さん、ぜひコメントに書いてください。何なんだろうね、この子ね。なんか体から出してる？なんか体の皮膚ちょっと濡れてる？
なんか出してんのかな、毒出してん、いやでも毒は毒腺からしか出さないはずだからな、なんか出してる、皮膚から粘液みたいな、怪しいなこいつ。怪しいぞ、このアズマヒキガエル。アズマヒキガエルじゃないのかな。いや、アズマヒキガエルだよね。ちょっとね、あとでゆっくり見たいと思います。多分アズマヒキガエルで合ってると思うんだけど、なんかね、見た目が違いすぎるんで、ちょっと心配になるというか気になりますよね。ということで、ツイッターではね、取り急ぎ軽く紹介はしていたかと思うんですけど、 YouTube の方ではね紹介してなかったんで、改めて、直近ね家の近所で、たまたま歩いてるところにたまたま出くわして拾って持って帰ったね、新しいヒキガエルちゃん、増えましたという動画でした。まあ、相変わらずアズニャンはねすごいおとなしくて可愛いです。ね、アズニャンはね寒くて死にそうになってたところを僕に助けられてるんで、もうねされるがままですね。アズニャンはほんと可愛い、もちもちしてるしおとなしいです。飛び跳ねたりしてね、急に飛び跳ねたりして脅かしたりとかもねないんでね、飼育する僕としてもすごい安心して接することができるアズマヒキガエルです。よく動画撮るとねおしっこしちゃうんでね、ちょっと放尿癖はあるんですけど、可愛いね、アビロン。ほんとのんびり屋さんですわ、このアズニャンは。可愛い。また、今後もね、何かしらの動画、まあ、企画でね、この二人活躍してもらいたいなと思ってるので、あ、ほら、またおしっこした、あいつ。こいつ、放尿癖があるんですよ、動画回してると。うお、君はなんか、ミッションインポッシブルかなんかに出てたりしてんのかね。こいつね、マジジャンプ力半端ないんですよ。ヒキガエルとは思えないぐらいのジャンプ力を発揮するんですよね。だからね、この子がうちに来るようになってからね、蓋をするようになりました。ハチクラで売っているホワイトタンクの上の蓋使ってなかったんで、ここの蓋にしてます。この子がね、よう飛ぶんすよね。終わろうにも終われないやん。はい、ということでもう終わります。あれ？アズニャンどこ行った？アズニャンの中か。なんでうちにはね、アズマヒキガエル2匹いるんで、今後ともよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。